こんにちは。 UBS シェアリングインサイトです。今日は UBS ウェルスマネジメントの投資戦略調査部門である CIO チーフインベストメントオフィスで日本における最高投資責任者を務める青木大樹さんに、今後3ヶ月のドル円相場の動きを見極める3つの焦点について解説していただきます。青木さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。足元では地政学リスクなどによって不透明感高まっています。ドル円相場の今後の見通しについてどのようにご覧になってますか？はい、ドル円はですね、昨年来そのアメリカと日本の10年金利差と大きく連動性を持っているんですね。はい、日本は日銀の政策で10年金利はゼロに据え置かれていますけれども、アメリカの10年金利はその金融政策の見通しだけではなくて、財政政策の見通しですとか、米国の経済インフレの見通しというところも反映していまして、非常に連動性強くなっています。で、今足元の3つの不安定要素によってですね、10年金利は 2.1% 程度まで下がってきているところでして、図表を見ていただいても 2.1% というところの10年金利は109円から110円というところと整合的なんです。はい、で、今後この3つの不安定要素というところがどう動いてくるかというところがドル円の動きを見極める上では重要と見ていまして、我々は短期3ヶ月から6ヶ月で113円程度までのリバウンドがあるだろうと思っています。はい、と言いますのは3つの要因、1つがその北朝鮮地政学リスク、これが剥げ落ちていくということ、2つ目はそのトランプ大統領、米国の政治リスク、これも落ち着きを見せるだろうと。また3点目、金融政策の方向性、インフレ率が若干上がってくる中で、米国、フェドの利上げの確率というところも上がってくるというところが主な理由になっています。はい、では今後のドル円の動きを見極めるポイントについて詳しく解説をお願いいたします。まずは地政学リスクについてはいかがでしょうか？はい、北朝鮮とですね、米国が、本格的なその交戦状況に入るような可能性というのは我々非常に低いと思っておりまして、以前は 10% 未満というところが、10から 20% というふうに確率は若干上げたんですけれども、依然としてテールリスクと。で、その理由としましては、1点目としてはその北朝鮮、まだ核を搭載したミサイル技術が完全には成功していないというところで、北朝鮮側も準備が整っていない。また2点目としてましては、米国が本当に交戦を仕掛けていくのであれば、関係国への渡航制限ですとか、滞在者への退避勧告ですとか、そういった準備を行う必要があるだろうと。で、3点目としては、最も重要なんですが中国なんですね。実はその北朝鮮がさらに核実験などを行った場合には、中国に対してまず北朝鮮に対するさらなる制裁措置を求めると思っていまして、制裁、米国が攻勢に入っていくにはいくつかの準備を、段階を踏んでいく必要があるだろうと思っています。はい、今後のドル円の動きを見極める2つ目のポイントがアメリカの政治リスクということですが、こちらどのようにご覧になってますか？はい、2つ、米国の政府の機関の閉鎖リスクと、あともう1つはその債券が償還できない、デフォルトリスクという2つがあるんですけれども、9月の末までに2018会計年度の予算が通らないと、政府機関が閉鎖してしまう。またおそらく10月の中旬と見ていますが、債務残高の上限、これ毎回引き上げてきたわけなんですけれども、これが再度引き上げをしないと、デフォルトに落ちるリスクというところも意識されています。ただ我々の見通しは、まずその債務上限の引き上げが行われることでデフォルトに陥る可能性というのは非常に低いと思っております。それはその共和党民主党にとってもデフォルトというのが非常にマイナスに効いてくると、マイナスな印象、影響を与えてしまうと思っているところです。で、一方でその政府機関の閉鎖に関しては、2013年も実はその2週間程度ですね、閉鎖されているんですけれども、今回も短期間での閉鎖というのは可能性はゼロではないかなと思っています。ただもちろんマーケットもですね、その期間影響を受けるリスクはあるんですが、そもそも政府機関の閉鎖はアメリカの経済に対してはそんなに影響を与えないんですね。2013年の時も、10月1日から16日までの政府機関の閉鎖で、GDP をポツ2程度押し下げたという限定的な影響にとどまっておりまして、長期間続くという可能性も低いことから、米国のその政治リスクというところも大きなリスクとは見ていない。
むしろ、まあ、税制改正、今マーケットの期待は全く剥ごしておりますので、少しでも法人税率の引き下げですとか、はい、まあ、歳出拡大ですとかが出てくると、むしろこれはポジティブに働いてくると思っていまして、まあ、政治というところもあのドル円は今は過度に悲観できすぎるというところです。今後のドル円の動きを見極める上でアメリカの金融政策が3つ目のポイントになるということですが、利上げの時期、そして今後の見通しいかがでしょうか。はい、アメリカのですね、まあ、インフレ率、消費者物価指数ですね、まあ、1.7% と 2% 下回る水準が数ヶ月続いておりまして、まあ、フェドが利上げをする確率というのもですね、来年末までで1回と、はい、いうのが今マーケットが織り込んでいる水準なんですね。で我々はこれは、まあ、過度に悲観的すぎると見ていまして、まあ、今年、まあ、12月にも1回、また来年は、まあ、2回の利上げがあるかなと思っています。と言いますのは、失業率、まあ、今2001年以来の水準までこう低下してきているというところでして、まあ、労働市場の逼迫は進んでいます。でアメリカの GDP の成長率も1、3月期こそ、まあ、年率換算で 1% と弱い水準、これが足元の弱い物価を作っているんですけれども、4、6月期は 3%、 また7、9月期も 3% を超える成長がまあ期待されているというところでして、まあ、堅調な成長の中で労働需給の逼迫も相まってインフレ率は拡大してくる、はい、それに伴い、まあ、フェドの利上げの確率というところも過度な悲観的な状況からは、まあ、リバウンドしてくるかなと思っていまして、まあ、こういったところを勘案しますとドル円というのは3ヶ月から6ヶ月、113円程度までのリバウンドは、まあ、十分に可能性があるかなと思っております。はい、青木さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。UBS ウェルスマネジメントの投資戦略調査部門である CIO チーフインベストメントオフィスでは、世界各地にいるおよそ900人の UBS グループの専門家から最新の情報を集めてグローバルな視点で分析し、市場動向や投資見解をお客様にお届けしています。 CIO による最新のレポートは UBS ウェルスマネジメントのウェブサイトにてご覧いただけます。ぜひご参照いただき、皆様の資産運用やビジネスの参考にしていただけましたら幸いです。本日はスイスプライベートバンクの魅力をご紹介いたします。中世ヨーロッパでの戦乱を経て永世中立国となったスイスで生まれたプライベートバンク、さまざまなリスクから富裕層が自身の資産を守り運用し、そして後継者へと資産を受け渡すお手伝いをさせていただくほか、事業承継や次世代教育に関する相談など富裕層のさまざまな悩みにワンストップでお答えするサービスを提供しています。永世中立国として近隣諸国の富裕層の資産が集まったスイスでは、資産保全や運用のノウハウが蓄積されました。金融立国スイスの伝統を受け継ぎ、155年に及ぶ歴史を持つ UBS では、長きにわたり富裕層向けのプライベートバンキングサービスを提供し、グローバルに事業を展開する世界最大級の金融グループへと成長してきました。UBS ではウェルスマネジメントを経営戦略の中核に位置づけ、単に資産を保全することではなく、お客様の投資目標の達成をサポートしていくことを目指していて、プライベートバンキング業界で最も権威ある調査の一つとされるユーロマネー氏によるベストグローバルプライベートバンク賞に継続して選ばれています。またお客様と担当者との関係を大切にしており、一人のクライアントアドバイザーが長期にわたりお客様を担当することを目指しています。クライアントアドバイザーがお客様のニーズや資産状況を十分に理解した上で、海外のネットワークや各分野のスペシャリストの専門知識と経験をフルに活用し、お客様への最適なソリューション提案に努めてまいります。金融資産の運用と管理はもちろん、事業の課題解決をサポートし、ご家族への承継などのご相談も受けたまわるなど、常に最善を目指し、お客様の目標達成をお手伝いするのがスイスプライベートバンクの使命だと考えています。
UBS 銀行ではプライベートバンクについて詳しくご紹介するセミナーを開催しています。スイスプライベートバンクの特徴や具体的なサービス内容をご紹介いたします。詳しくは UBS ウェルスマネジメントのウェブサイトをご覧いただくか、フリーダイヤルよりお問い合わせください。